立林駅は群馬県立林市本町2丁目にある東武鉄道の駅である。駅番号は DI10。伊勢崎線、佐野線、小泉線の3路線が乗り入れており、佐野線と小泉線の起点駅でもある。1998年、関東の駅100線に選定された。選定理由は、洒落た模様の窓がある洋館風の駅舎で小規模ながら、歴史を感じさせる駅である。 駅北側に南栗橋車両管区立林出張所があり、駅南側に津波車両工業立林工場がある。運転士と車掌の所属組織である立林常務管区も併設されている。立林駅管区として、伊勢崎線、た良駅や周山部駅間、佐野線全駅、小泉線の龍舞駅を除く全駅を統括管理している。伊勢崎線は当駅より、 東武動物公園方面が伏線となっており、足利市、大田方面及び、佐野線、小泉線は単線である。ホーム有効長が重量編成対応であるのも、当駅までである。よって、東京メトロ、半蔵門線並びに、東急田園都市線の車両も当駅まで乗り入れは可能であるが、定期列車で当駅まで乗り入れたことは未だにない。特急、両毛を除き、 当駅を境に、伊勢崎線列車は、浅草駅、久喜駅当駅間が、ラッシュ時は8両編成、それ以外の時間帯は6両編成、当駅伊勢崎間は3両編成、佐野線、小泉線は2両編成で運行される。かつてラッシュ時の区間急行は、大田発の列車で増結を行い8.10両編成で運行されていたが、2013年3月16日の、 ダイヤ改正で東駅始発の8両編成に変更となり、増結は廃止された。また、一部の列車で東駅、大田駅間のワンマン運転が開始された。2020年6月6日のダイヤ改正で、特急、両毛を除く、全列車が東駅伊勢崎間のワンマン運転を行うことになり、一般列車で東駅をまたぐ運用が廃止された。東駅始発、 終着の両網が一応往復設定されており、上り列車は伊勢崎線大田発、佐野線佐野発、小泉線西、小泉発の初電に、下り列車は伊勢崎線大田駅、佐野線、九頭駅の終電に接続する。1969年12月9日に当駅、多た駅間の踏切で発生した鉄道事故である。島式ホーム2面5線を有する地上駅。 駅構内の改修により、共状駅舎、東西自由通路、エレベーター、多機能トイレが整備された。当初の完成予定は2009年3月であったが、同年12月4日に供用を開始した。1.4番線の入り口に、ご案内カウンターと称する案内所県中間改札が設置されており、主に生産業務などを行っていたが、スイカやパスモの普及に伴いほぼ境外化している。 京城駅舎共用開始までは4.5番線の北に、ある古線橋を上がった場所に、西口改札があった。1番線は4両編成対応、2.5番線は10両編成対応、3番線は8両編成対応、4番線は2両編成対応になっている。1番線は行き止まり式、4番線は切り欠き式ホームである。京城駅舎では1番線、 佐野線への誘導標識が特に大きい。五番線製法には留置線があるが、2007年11月頃から五番線よりの2本を残して撤去作業が行われている。かつては日清政府にの爆破輸送が行われていたが、工場の縮小及びトラック輸送への切り替えに伴い廃止された。撤去直前までは運用を離脱した5000系、5050 50系。 5070系や1800系が疎開留置されていた。2019年度の1日平均乗降人員は11046人である。この値は東部線間の乗り換え人員は含まない。2000年以降約1万人の水準で安定しており、群馬県内の東部線の駅では大田駅に次ぐ第2位である。近年の1日平均乗降人員の推移は 下表の通りである。かつては、立林市内全域に、東武鉄道が、藤岡駅や小賀駅、赤岩方面に路線を運行していたが、その後東武鉄道は、急速に撤退し、日本で唯一路線バスの運行がされていない市になった。東武鉄道によるバス路線全廃の後、数年後に代替路線の設定が行われた。ありがとうございます。